それじゃあ今日も配給に行ってくる。なんか昨晩聞いた話じゃ随分物騒なんでしょ。本当に大丈夫なの？なんだ、珍しく心配してくれるのか。ばっか、今は茶化してる場合じゃないでしょ。そんな物騒なところだから俺が行くんだよ。お前やカノンを行かせたら女だからってどんなひどい目に遭うか。そんな、まあカノンの場合はそれ以前に体調悪いしな。任せとけ、ちゃんと配給もらってくるから。本当に気をつけてね。あ、気をつけるよ。何、昨日のあの様子じゃ配給をもらいに行く女もそうそういないと思うしな。心細かったんだよ。いきなりいたよ、配給をもらいに行く女が。なんで頭を押さえてるの？頭が痛いとか？ああ、頭が痛いよ。なんでお前昨日の今日で出歩いてんだ。だってソータはお母さんの看病があるし、私鍛えてるからいっぱい荷物運べるし。そりゃそうかもしれないが、やっぱり危険だって。まあ男の人に悪口とか言われるくらいでしょ。それぐらいなら我慢できるよ。そうだといいんだけどな。感染した女たちを殺せ！女がいなけりゃ俺たちは安全なんだ！ユノ、俺の背中に隠れろ。いいか、食い物は山分けだぞ。最近じゃ金なんて鼻をかむくらいしか使えねえ。まずは食い物だ。今日で誠が言ってたようなことを言い始めやがって。あの男の人、なんかポリタンク持ってるよ。あっちにレイトムの治療所とやらがあるらしいぜ。燃やしちまおう。そうすらウイルスだって感染しねえだろ。ああ！マジか、みんなタガが外れてるぞ。治療所を燃やしたって何の解決にもならないだろうに。どうしよう、これじゃ配給所まで行けないよ。そうだな、ここは。ここは無理やりにでも強行突破とか。無理無理無理、私見つかったら殺されちゃうよ。そこはほら、インターハイ出場できるアスリートの脚力でなんとか逃げ切れないか。そんなのこの数じゃ役に立たないと思うけど。でも湊がやれって言うなら私。ちょっと待ってくれ。自分で言っておいてなんだが、マジで実行するとなるとやっぱり怖い。私だって怖いよ。昨日の記憶だとこの道を行くのが一番の近道だったのは確かなんだが。ここを突っ切ってレイトムの人たちに救助してもらえるところまで逃げ切れるかどうか。
そうなんだよな。やっぱり無謀か。俺はカノンと風花のためにも配給食を持って帰らないといけない。そう考えると危険な賭けはやめて確率の高い方法を取るべきだな。ってことは別のルートで配給所に行くとか？そうだな、そうしよう。おい、ここに女がいるぞ。まこと？捕まえろ。殺さないと完成するぞ。お前、あいつらの仲間になっちまったのかよ。うるせえ。生き延びるためなら仕方ねえんだよな、お前ら。そうだ、誠についていきゃ間違いねえ。あ、その制服もしかして桜花の生徒？なんだよ、顔じゃなくて服装じゃないと思い出してくれないのか。俺たちいつも新体操部の練習見に行ってやってたのによ。学園のマドンナだかなんだか知らねえが、お高く泊まってくれやがってよ。こいつら、誠と一緒に見学してたファンの取り巻きか。そんな、応援してくれてたんじゃ。何甘ったれたこと言ってんだよ。格好がエロいから見てただけに決まってんじゃねえか。なあ、誠、殺す前にユノちゃんをちょっと借りてもいいか？前から仲良くしたかったんだよ。そんな、私のこと応援なんかして。ユノ、しっかりしろ。クソ、なんだってんだ。お前も物好きだな。病気がうつっちまっても知らねえぞ。好きにしな。好きにさせてもらうぜ。さあ、ユノをよこしな。誰がお前らなんかに抵抗するってのかよ、この大人数相手によ。女だ。殺さないと危険だ。化け物女は燃やしちまえ。何これ、囲まれちゃってるよ。なんでこんなことに。いや、こんなの嫌だよ。ふざけんなよ。女を好き勝手にしてから殺すとか、そんなの人間じゃねえ。感染者がなる化け物よりもお前らの方がよっぽど化け物だ。やりやがったな、こいつ。最初にこいつから殺してやる。よう、お前、俺のユノにいつも近づいてやがって。前から気に食わなかったんだよ。お前のこと嫌いじゃなかったけどよ。まこと好きでもねえんだよ。バカ正直は損はするって言うだろ。もっとうまく世の中渡れよ。誠まで
寄るんじゃねえ化け物が。お前ユノにまで手を。私たちを起動して。それで耳を塞いでいてくださいね。D4U 一体どういう。つべこべ言わんと言う通りにするんや。ここで死にたくないやろ。わかった。うわっ。ライブしようよ。味わいなさい。うるせえ。誰かやめさせろ。え、今なんて言った。鼓膜が破れちまう。ユノ、行くぞ。な、何？あ？くそ、待ち上がれ、こら！なんとか逃げられたな。助かった。ありがとうみんな。いえ、ミナトさんとユノさんが無事で本当に良かったです。まこと、昨日の今日であんなになっちゃうなんて。人間そこまで変わるものなの？どうなんだろうな。変わってしまうのかもしれないな。あなたたち、レイトムを襲撃しようなどと考えずに直ちに解散しなさい。この声、アキラさんだ。マコトたちを鎮圧に来たみたいね。解散しなければ実力を持って。レイトムが来たぞ。殺せ。この町からさっさと出しやがれ。大丈夫だ。何？今の爆発、どっちがやったの？やむを得ませんね。威嚇射撃を許可します。彼らを追い散らしてください。ここも騒ぎに巻き込まれるかもしれないな。離れるぞ、ユノ。よせ、お前らこっちに来んだ。足元に俺いた。街の中、本当に危険な場所になっちゃったんだね。ああ、ユノ、お前ももうなるべく外には出ない方がいい。うん、そうする。配給はソータに任せるよ。それでも心配だけど。弟でもあいつはよくできたやつだし、男な分危険は少ないと思う。そうするべきだ。
まこと。お兄ちゃん、大丈夫？そんなにボロボロで、何があったの？ああ、いや、ちょっと配給所で、まあ、事故というか。事故？まあ、大したことじゃないんだ。ちょっと、ぶつかったんだよ。いろんなものに。ああ、いや、なんでもない。ちょっと考え事してただけだよ。ごちそうさまっと。私もごちそうさま。あ、片付けは私がするよ。いいのいいの、それぐらい僕に任せて。あ、風花ちゃん！おい、どうした？クラッとって本当に大丈夫か？熱はないみたいだな。きっと疲れちゃったんだよ。風花ちゃん家のこといろいろしてくれるし、私の看病だって。そうかもしれないな。寝てれば治るって。今日は早く休んだ方がいいよ。大事をとってね。そうだ、早く寝た方がいい。まあ二人とも大げさなんだから。そんなに僕が心配？違うだろ、俺は真面目にだな。ああ、分かった。邪魔者は退散しろってことだね。はいはい、じゃあ今日はもう寝ようっと。おやすみなさーい。風花のやつ、きっと強がってるんだよね。だろうな。あいつのことはよくわかってるつもりだ。いや、わかってるつもりだっただけか。倒れるまで気づかないなんて、よく見れてなかった証拠だ。自分を責めちゃダメだよ。こんな状況じゃ気もめいるのも体調悪くしちゃうのも仕方ないんだから。ああ、でも風花ちゃんにはいつも元気でいてほしいね。じゃないと寂しいもの。俺たちも今日は早めに休んだ方がいいかもな。起きててもすることないしさ。そうだね、こういう時はゆっくり体を休めて体力を消耗しないようにするのがいいのかも。風花、起きてるか？おい、風花？お兄ちゃん、おはよう。ああ、おはよう。どうだ、体調戻ったか？
だちょっとだるいかな。なんだって、おい大丈夫なのか。ダメ、入らないで。え、あ、ごめん、怒鳴るつもりはなかったんだけど。そうじゃなくて、カノンちゃん呼んできて。カノンちゃんに頼みたいことがあるんだ。カノンに？そう、女の子同士の話。わかった、ちょっと待っててくれ。何かあったの？ふうか、具合が悪いから今日は休むってさ。そっか、うん、それがいいと思う。昨夜はすごく具合悪そうに見えたから。で、何かカノンに相談したいらしいんだ。部屋に来てくれってさ。私に？ああ、何かその俺には言いづらいことがあるみたいで、女の子同士で話したいってさ。あ、分かった、ちょっと行ってくるね。ああ、頼むよ。どうした？何があったんだ？うん、実はね、風花ちゃんウイルスに感染したんじゃないかって心配してたみたいなの。ウイルスに？うん、急に具合が悪くなったからまさかって。それで私に体に模様が出てないか見てくれって。模様？ああ、あれか。それでカノンに。うん、全身くまなく調べてくれって。ミナトにはちょっと頼めないもんね、そんなこと。そりゃそうだな。で、どうだったんだ、風花は大丈夫なのか。うん、大丈夫。おかしな模様はどこにもないよ。風花ちゃん感染はしてない、絶対にね。そうか、よかった。でも具合が悪いのは相変わらずだから。あ、そうか、問題の大元は解決してないんだよな。しかしこんな時じゃ病院にも行けないしな。なんか薬でも飲ませた方がいいかな。何かあるかな。それがさっきリビングに戻ってくるとき、私も薬を探してみたんだけど、ちょうどいいのがないみたいなの。そっか、常備薬もないとはうっかりしてたな。よし、配給所に行って薬をもらってくるよ。お薬なんて用意してもらえるのかな。わからないけど、栄養剤くらいはあるんじゃないか。そうかもしれないね。それじゃあ今日は私も行くから。え？ダメだ、それはダメだぞ。どうして？ダメだ、家から出るな。どうしたの？急に怖い顔して。ごめん、つい痛かったよな。うん、大丈夫だけど。悪かったけど、
ここのところ外で嫌なものをいろいろ見ちゃっててさ、外はカノンが思っている以上に危険なんだ。だから安全のためにも家にいてほしいんだ。私だってそれくらいわかるよ。でも何でもかんでもミナドに任せておくのはもう嫌なの。1ヶ月も一緒に暮らしてきて家族みたいなものなのに、私だけ看病されてるだけなんて、そんなの嫌なの。私だってフーカちゃんのために何かしてあげたいの。お願い、私にも一緒に行かせて。カノン、お薬のこと詳しいの？多分私の方が詳しいんじゃないかな。私だって役に立てると思う。分かったよ、一緒に行こうか。本当？ありがとう。それでも本当に危ない時は戻れよ。お前が危険な目にあったら風花も悲しむしな。うん、分かった。ねえ、こっちは遠回りじゃないの？ああ、そうなんだけどな。表通りは危険だからできるだけ通りたくないんだ。そっか、なるべく人目を避けていくんだね。そういうこと。とにかく面倒は避けたい。できるだけ裏道を進もう。それにしてもなんだか静まり返っていて私たちの町じゃないみたい。ごめん。不安そうだったから手でもつなごうかと。いきなり悪かった。そういうこと。ううん、気を使ってくれたのに私こそごめんね。びっくりしただけだから。昔のことを思い出しちゃった。小さい頃はよく手をつないでくれたよね、私を安心させようとして。そうだったか。そうしたらいつも風花ちゃんが自分も自分もって言い出しちゃって。ああ、そんなこともあったな。両手が塞がって大変だったよ。お楽しみのところ悪いけど、誰か近づいてくるみたいよ。ところにも新人類がうろついてるのか。うちらの出番みたいやな。カノンちゃん、隠れとき。みんなお願いね。うん、任せて。行こう。ああ。
ドキドキして倒れちゃいそうなくらい強く求めているよ。どんなトラブルであって逃げたりしない真っ向勝負さ。侮れない相手のようです。この歌は希望の歌、心安らぎ、その痛みこの声で癒してあげる。あんなやつ、やっつけてやる。もらったぞ。うわーい、やったやった、わかったかデートを邪魔するとこうなるんやで。デートってなんだよ。あんたもこういう時は男を見せる場面や、とぶつかっていかんとあかんねん。はあ、まあいいや。カノン、もう大丈夫だぞ。カノン、キャー、ちょっとまだいたの？しつこいわね。ありがとう。おお、ドーンといったな。それでこそ男や。あとは私たちに任せて。みんな気合い入れていくよ。
録する言葉ナイフみたい風が鋭く刻んだその気配まるでサブリミナル流れに身を委ねるのがセオリー額をくすぐる感触僕たちに任せて。これで文句ないでしょ。嘘やろ。まだあいつらの声が聞こえてくるで。それにどこから来るのか分かりませんね。もしかしたら囲まれているのかもしれません。この調子で連戦したら持たないかも。みんな、ここを離れよう。無理して通ることはない。そうね、悔しいけどここは一旦戻りましょう。そうと決まれば走れ走れ。カノン、行こう。ここまで来ればさすがに安全か。そうみたいだね。あいつら強かったわね。これまでの相手とは一味違ったわ。ええ、みんなだいぶ消耗してしまって。そうか。カノン、やっぱり家に残ってくれないか。俺だけならなんとかなるけど。
カノンまで守りきる自信がないんだ。うん、私がいても足手まといみたいだね。ごめんね、無理言っちゃって。私は家で風花ちゃんの様子を見ながら待ってるね。みんな気をつけて。おう、任せとき。よし、行こうか。みんな疲れてるみたいだけど大丈夫か？うん、私たちは平気だから行こう。ほんまごめんな、せっかくのデートやったのに。だからデートじゃないって。ほら行くぞ。結局いつも通る道を行くことになるのか。どこを通っても感染者に会うなら近道をパーッと進んで早く帰ってくるのがいいよね。その通りだな。誰かいるわ。あれ？見たことある顔。さつき先輩？そんなに驚くことないでしょう。いや、その新人類かと思って。事情は理解した。私もさっき襲われて逃げてきたところ。そうだったのか。やっぱりどこも危険なんだな。じゃあ一緒に行こう。なるべく俺から離れないように。助かる。なんやなんや、カノンちゃんと別れた途端別の女の子に手を出すとか、なかなかのプレイボーイやな。ほら、からかわないの、つかさ。場を和ますちょっとしたジョークや、ジョーク。賢すぎる人工知能も考えものね。カノンと風花は元気？なんとも言えないな。風花に関しては昨日から体調崩してて。体調？今日も具合が悪いからって部屋にこもってるんだ。それで薬でももらってこようと思ってさ。そう。ん？気をつけて、新人類。ここにもいるのか。みんな行くぞ。こっちが有利ね。
あら、こいつらは大したことないわね。ははーん、さてはうちらもレベルアップしてるってことやな。そうだといいんだけど。この様子なら配給所まで行けそうだ。急ごう、みんな。頼りになる、この子たちは。ようやく到着ね。道中ありがとう、助かった。礼なら D4U に行ってくれよ。俺は一緒にいただけだし。初めから彼女たちに行ったつもり。あ、そう。落ち込んじゃった。ではこれで。え、帰るって？うちへ寄っていかないか？そうだよ、疲れてるでしょ。休んでいった方がいいわ。ではお言葉に甘える。